う思い入れたっぷりのランキングを作ってくれました。熱狂的なボクシングマニアでいらっしゃいますご存知俳優の香川照之さんに期待の選手そして注目選手を聞いております。今年は激戦が多かったですね。本当に頭から激戦の試合が あって番狂わせの年っていうのもありましたけど今年は激戦の年だったと思います。僕はね2008年、を通して2009年に期待するのはサウスポー3人に期待してるんですよ。でまずポール・ウィリアムス、それから、ファン・マヌエル・ロペスですね、非常に期待してますね。それから、チャド・ドーソン、この3人、重量級から中量級軽量級3人ちょうどばらけてますけどこのサウスポー3人が来年どんな活躍をするかこれが非常に楽しみですね、はい、それにあとは、アンドレ3兄弟っていうのを僕がまた見てるんですけどアンドレ・ウォードとアンドレ・ディレル、ワウワウで何度も紹介してますよね、それからアンドレ・ベルト、これですよね。来年度期待するのはこのアンドレがつく3人、特にアンドレ・ベルトですかね、世界チャンピオンの。これがすごく期待しております、はい、サウスポ3人とアンドレ3人、これが2009年の顔ですね。3人のサウスポーと3人のアンドレ、注目してください。